インペリア県、インペリア県は、イタリア共和国リグーリア州に属する県の一つ。県とは、インペリア。最大の都市はサンデーモ。インペリア県の海岸部は、南フランスのコートダジュールから、イタリアリグーリア海岸にかけてのリゾート地、リビエラの中で、最も古くから、観光地として発展した地域である。標準イタリア語以外では、以下の名称で呼ばれる。 東西に長いリグーリア州で最も西に位置し、フランス、プロバンスイコールアルプイコール、コートダジュール地域県と国境を接する県である。県とインペリアは、県東部に位置し、サボーナから南西へ5 7トル、ニースから東北東へ6 6トル、州都ジェノバから南西へ9 2トルの距離にある。南は、リグーリア海に面しており、北は、ピエモンテ州に接する。 隣接する県、及びそれに相当する、行政区画は、以下の通り。県北部のピエモンテ州との境界には、標高1600メートルを超えるいくつかの山がある。フランスとの国境には2000メートル級の山々がそびえ、は、標高2200メートルに達する。山地はおおむね南北に、いくつもの尾根を走らせて海へと達し、岩立ちの岬と小石の多い海岸を形作っている。 谷合には季節によって現れる川や激しい流れを持つ川が多い。県内において一年を通して流れる川としては、フランスに水源を持つロイヤ川、フランス名、ロヤ川がある。海岸一帯は地震の多発地帯であり、バヤルドやブッサなベッキやサンデーモ氏の廃墟は1887年の地震の記憶を留めている。2001年の国勢調査に基づく居住地区、 別人口統計によれば、人口5000人以上の都市は以下の通り。県域は、概ね3つに分けられる。ベンティミーリアを中心とする西部、サンレーモを中心とする中部、インペリアを中心とする東部である。リグリア海岸に含まれる。この地域は、ニースの西にあるバーーまでのフランス側の海岸地帯、コートダジュールと、感情や歴史を共にする。 この地域は1860年まで、同じサルデーニャ王国、サボヤ家に属していた。フランス国境に近いボールッツロッシシからは、戦士時代の洞窟遺跡が見つかっている。ローマ時代の遺跡は数多く残されている。海岸沿いの道は、ローマ時代のアウレリア街道に起源を発するものであり、ベンティミーリアの郊外には劇場を含む都市の遺跡がある。中世初期。 11世紀から12世紀初頭にかけての時期まで、リグリア一帯はドーリアや、グリマルギア、ベンティミーリア博、クラベザーナ博といった様々な少量種の支配下に置かれた。この時代、海岸一帯はしばしばサラセン海賊の襲撃を受け、多くの村が丘の上に築かれたほか、海岸には、暴楼が築かれた。その後、リグリアのこの地域の支配権をめぐって、 サボイア伯国とジェノバ共和国は2世紀以上にわたって争った。争いはフランス王国とミラノ公国によって引き継がれ、16世紀に再びジェノバ共和国がこの地域の支配を取り戻した。ナポレオン戦争の時代には、この地域にはフランスの衛星国、姉妹共和国であるリグリア共和国、リーグレ共和国が建国され、後にフランス帝国に併合された。 ナポレオンの失意とともに、この地域は、サボイア家、サルデーニャ王国によって取り戻された。19世紀には、サンデーモ、ボルディゲーラ、オスペダレッティなどが、リゾート地として発展し、ヨーロッパの富裕層、特に、イギリス人やロシア貴族に愛された。サルデーニャ王国統治下では、ポルトマウリツィオ県、が置かれていた。1860年の鳥の条約により、 ニース一帯がフランス二条とされた。1923年、ポルトマウリツオやオネッリアなどの町村が統合されて、インペリア市が編成され、1927年に県名もインペリア県に改められた。サボーナ県には67のコムーネが属する。主要なコムーネ、上位10位は、下表の通り。左端の数字は、ISTAT コードを示す。 人口は2012年1月1日現在。インペリア県域のリグリア海岸一帯は国際的なリゾート地であり、観光業は重要な産業である。サンレーモはこの海岸最大の観光都市であり、カジノと共にサンレモ音楽祭で知られている。サンレーモやインペリアを含む海岸一帯にはいくつもの港湾、マリーナがあるが、 漁船は富裕層向けのプレジャーボートに場を譲っている。サンレーモやベンティミーリアの周辺では、柿栽培が産業として発展している。インペリア市の周辺では、オリーブの生産と、オリーブ油の製造が重要な産業である。ボルディゲーラで栽培されるヤシは、バチカン宮殿の聖枝祭りに用いられる。20世紀、内陸の村での過疎化。 沿岸部の都市の過密化が進んだ。リグーリア海岸沿いのサンデーモ、ボルディゲーラ、オスペダレッティなどは19世紀にいち早くリゾート地として発展し、海岸避難地、リビエラ、イタリア語で海岸の意として知られることになった。後に隣接するフランス側の海岸、コートダジュールが発展してフレンチリビエラと呼ばれるようになり、 これに対してイタリア側をイタリアン・リビエラ呼ぶようになった。19世紀、これらの海岸リゾート地はヨーロッパの富裕層の人気を集めるようになった。特にイギリス人はこの地域の観光業発展の基礎を築いたと主張しており、ビクトリア女王もこの地に滞在したとされる。イギリス人には20世紀半ばにスペインがより注目を集めるまでポピュラーなリゾート地であった。 冬の温暖な気候を好んだ、ロシア人貴族もこの地を愛し、リビエラには在住イギリス人、ロシア人の大きなコミュニティがあった。この海岸に暮らした著名人としては、ボルディゲーラに暮らした、マルゲリータ王妃、サンレーモで没したアルフレッド・ノーベル、ロシアのマリア・アレクサンドロブナ皇后などがいる。チャイコフスキーは、オペラ、エフゲニー・ヨネーギンをサンレーモで書き上げ、クロード・モネは、 ボルディゲーラ近郊を描いた、スイス出身の著名な道家事、クラウングロックもインペリアで生涯を閉じている。王子の華やかなコミュニティの名残は、ハンベリー教が作った、亜熱帯植物園で知られる、フランス国境近くの B 社ハンベリー、サンレーモや、インペリアにある、ロシア正教会の聖堂に見られる。今日 イタリアン・リビエラという言葉は、リグリア州全体の海岸を指すようになり、東はラスペツヤまで含むようになった。このため、インペリア県域の海岸を指す言葉としては、リビエラデエフヨーリ、花、の海岸の意が用いられる。この名称はこの地域のエキゾチックな花々や、盛んな柿産業から取られている。インペリア県がかつて、サボヤ公国の一部として、 フランス側と共通の歴史を持っていた。この地で用いられるリグリア語はイタリア語とフランス語が混交したものになっている。建築、料理なども同様にイタリア化したものになっている。食生活の中心はパスタ、魚、シーフード、飼料肉、ジビエ、野菜、ハーブ、ナッツと果物である。この地域にルネサンス建築やバロック建築の建築物は 少ないが、海辺の町や丘の上に築かれた村々には、中世の面影を残す一角がある。サンレーモでは、毎年ポピュラー音楽の音楽祭である、サンレモ音楽祭が開かれる。このほか、イタリアからの独立を宣言し、セボルガ公国を自称しているセボルガや、魔女の村として、村おこしを図っている、トリオーラが県内にある。主要な交通路は、 リグリア海岸沿いに走っており、県西端のベンティミリアでフランス側の道路、鉄道と接続する。自動車道、アウトストラーダ A15 線は、アウトストラーダでフィオリと呼ばれ、多くの高架橋とトンネルで特徴を付けられる。ベンティミリアと北のクーネオとを結ぶ鉄道、タンドセント道路は、途中でフランス領に入る。県内に空港は存在しない。 最も近い国際空港は、ニースのコートダジュール空港である。このほか、州内には、ジェノバ空港がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。